飛島建設は1883年の創業以来、技術力に優れたゼネコンとして社会インフラの整備に貢献してきました。この動画では飛島建設様が2015年から導入しているアレスの活用事例についてご紹介します。当社は現在超スマート社会の実現に向けたソリューションサービスを展開しています。社内の取り組みとしては、土木建築事業で行っているベテラン技術者のノウハウを AI に蓄積してナレッジ化するフィールドサクセスセンターを構築しています。経験豊富な技術者のノウハウをテクノロジーで後の世代に伝えていくプロジェクトです。アレススタンダードを導入した当初の目的は運用の効率化とコストの削減でした。コストパフォーマンスに優れた 2D CAD ソフトの中で操作性、導入実績、将来性を含めて検討した結果、アレススタンダードを導入しました。2015年に導入後、2017年には 3D 機能を搭載したアレスコマンダーに切り替えました。2022年現在は2000台近くあるすべてのパソコンにアレスをインストールしています。当社にとって CAD ソフトはミッションクリティカルなシステムです。業務の基幹システムを乗り換えることで、これまでのソフトの操作性の違いに不安を感じるユーザーも少なくありません。そこで当社は社内でナレッジベースを作りました。ナレッジベースもあるので、ほとんどのユーザーは特に違和感なく利用できています。またこのアレスというソフトは特にインストール作業もせずに使い始められるのがメリットです。アレスのネットワークライセンスにもメリットを感じます。従来のユーザーライセンスは利用者に紐づいているので、ユーザーごとに管理が必要です。プロジェクトごとに人が入れ替わり、そのたびにライセンスを付与するのが非効率でした。それに対してアレスのネットワークライセンスはライセンス数の範囲でインストール済みのアレスが起動できます。 CAD ソフトを1日5分しか使わないユーザーからヘビーユーザーまで効率的に、いわばカーシェアリングのような感覚で無駄なく利用できます。当社では2016年から全社的に IT インフラのクラウドストレージ化を進めてきました。アレスは当社のクラウドストレージに対応しており、顧客へのエンゲージメント向上とともに社員の時間と場所にとらわれない働き方を実現しています。2022年度からはバーチャルオフィスを導入するなど、当社は常に先進的な取り組みにチャレンジしています。 CAD 業界の中でいち早くクラウド化に取り組み、革新的な取り組みをされているグレバート社とも相性が良いような気がします。2023年には創業から140年を迎え、現在も進化を続ける飛島建設様はアレスのテクノロジーを存分にご活用いただいています。飛島建設様、ありがとうございました。アレスの30日間無料体験版をお試しください。詳しくはグレバートで検索。